公式切り抜きもうすぐ10万回再生。そうなの？待って、海瀬四つ葉、海瀬四つ葉どれだ、公式の切り抜き、あ、ガニマ、うわー、ほんとだ、ほんとだ、1週間前、うわー、最悪だよ。2時3時公式切り抜きチャンネルってところでね、少し前に海瀬の切り抜きが、あ、1週間前か、ちょうど1週間前ぐらいに上がっているので、うわーはあ、まあいいんですけどね。いやですね、まあまああれもね、海瀬の姿ではありますから全然いいです。ガニ股が人気コンテンツ、そうか、それでもいいんだけどね、別にみんなが楽しいならそれでもいいんだけど、なんとか難しい話ですよね。でもね、海瀬内股は難しいかもしれない。なんかその意識的にやっても10秒ぐらいでしたら膝が離れてしまうかも、気をつけます。なんでだろうね、電車の中とかいるときは足めっちゃ閉じれるんだけどな。あ、でもね、海瀬最近気づいたの、さ、こう分かる、足をさ、足のくるぶしをくっつけとくと膝は勝手にくっつくの、海瀬なんだけど、くるぶしを開くと膝も開くの。だからくるぶしと膝の位置が縦なの、基本的に一直線なのよ。だからなんかそう、膝くるぶしを続けとけばいいの。ただでもなんか海瀬その 3D 系の企画の時って体を動かすからさ、なんかこう体勢をさ取ろうとしてさ、足がくるぶしが離れてるのよ、わかる？言いたいことが、そのちょっと難しいな、ちょっと待って、今だからこの状態はだから間違っているんですね、もはや海瀬は。そのあーちょっとこう、あ、なんか違う画像が出ちゃったんですけど、ちょっとまあもういいや、もう今日はこれを指し棒とします。この画像のちょっと右角をね、ちょっと右上角をポインターとしますが、ここら辺がくっついてれば、基本的にこことここが一直線の状態であることは分かります？斜めってますけど、こことここが直線になっているでしょ、ここが、分かりますか、ここが、うん、ポインターがないよ、うん、なんかいいポインターダウンロードのところ、ああありましたありました、これでやりますね。これ餃子なんですけど、こことここをくっつけることで、海瀬割と閉じるということ気づいた。ここからここが一直線なの、常にここが、わかる、膝下からここは一直線だから、ここもほら斜めったら斜めった分だけ斜めってるでしょ、こうにゃーってなってると思うんですけど、つまりここを開けばここも開くんですよ、ついてきちゃうんですよ。でそれに伴って股関節が開くだけなんですよ。別にガニ股をしてるわけじゃないの、足が開いてるだけ、ここ、あ、餃子だよほら。ってことで、で基本的にそのお隣に誰かいるとか、お外でご飯を食べてる時とか、こことここがくっついてるんですが、たまたまこう2時3時ライブは海瀬四つ葉としてみんなの前に立つ時はここが開いてるの、動くから、体が動くからここが開くのだ、悪くないのだ、餃子食べたいのだ、お腹が空きました、なので仕方がないということです。ついでだから全身見せとくか、最近ウィンクが下手になった。はい、というわけでそういう事情があってお店を開いているということです。え、今までの 3D はだから基本的にその足を開くような内容だったから足を開いているだけですからね、よかったですね、大丈夫ですよ。はい、というわけでファンソでした、ありがとうございました。